はい、えー、と9月の16日ですねえ、実は9月の17日は私、東京の方に行くんですよね、東京のそのビジネスをしていて、いまだに付き合いのある方がね、一定人数集まってやるっていう会なんですけども、もともと私もね、2013年に東京に何度も何度も通って、えー、いろんなね、ビジネスってものを学んできたような気がしますけども、今、振り返ってみると、その頃にいた方ってのが、今、ほとんどいないですね。 ビジネスでうまくいっっっててたらずととビジネスやってると思うんですようんでビジネスでうまくいってないから退場していくそんなところが言えるんじゃないかなと思いますけどもそう考えてみると今度9月の17日だから明日ですよね明日の夕食会に来る人っていうのが10人もいないんですよ。これは何ななのかなと思っちゃいますよねうんだってビジネスやるぞーって頑張ってきてそこそこセンスのある人が集まってセンスのいい人から教わるわけなんですよ。 それでもほとんどの人はそこのグループは600人以上いたと私は認識してるんですけどもうーんとね10人いないなわけですよだからねビジネスの成功率っていうのは100分の1なんですよねさあここで1,000話以降の話にちょっとねコネクトしていこうかと思いますけども誰もが億万長者になれるわけではないっていうキーワードがありました。その通りでですよね誰もが成績優秀者ににななれるわけではいいっていう風に うん学校でも認識するべきだったんですよね。頑張れば何でもできるっていうふうにね、えー、思っちゃったりしますし教育を受けたりすることもあると思いますけどもいや頑張っても序列がつくんですよ順番がつつくくんんでですすよよ順番そして順番の上から採用されるんで頑張ってもできないことは多いっていうことをねやっぱ教えないといけないのかなと私は思うんですけどもねビジネス頑張ったところで稼げないい人はいるんですよなぜならそこは資本主義の原理が働くからなんですよね。一部の人が稼げて ほとんどの人が稼げないお金を払う側になるよっていうこのねバランスがあるんですよじゃあ100人いて100人が稼げるかって言ったらそうはいかないんですよね100人いたらやっぱりさ頭のね10人ぐらいは稼げるけども残りの90人は単なる消費者ってなるそういう風うな形なんですよねあとはそのバランスがどういうふうになってるかってことなんですよ消費者もどこかで生産している生産者もどこかで消費しているってバランスがありますけども基本的には 一部の富豪ができるってことは富豪じゃない人が割り送ってる人が大多数いるってことなのかなと思いますよね。でそういう世界に私たちはいるってことなんですよ。ビジネスにしても投資にしても一部の人しか成功しないところにいてそしてそれをねあの享受しながら不確定要素があることを覚悟して進んでいくんですよ。だからリスクがあるって言うんですよね。一生懸命人生取り組んだけども何にもならなかったっていうね。 そういうリスクがあるけども、その人生というレースに私たちは参加せざるを得ないということが言えるんではないかなと思います。まあ、そういったことも込みでね、今度ね、明日ですけども、ちょっとこう、東京まで行ってこようかと思います。それではまた、あのー、別の動画でお会いしましょう。